これから咲くのかな。葉桜かな。いいとこも川沿いにいっぱい咲いてるっていうのがいいんじゃない。登っていかないよ。なかなか坂道厳しい。ちょなかなかパワーがちょっと足りませんね。坂道登っていかないぞ。苦しい。でも頑張って走ってます。今日も今日とてちょっと画角が変わってますけどね。なんだかわけわからない歌を適当に歌ってます。あ、少し桜が咲いておりましたね。結構もうちょいやな。今週満開だね。はい、皆さんおはようございます。うん、クルです。今日はねちょっと格好が変わっておりますが、なんかねただいまスーパーカブに乗っておりますね。春の兆しとともに桜があちこちで開花いたしましてですね、今週中には満開になるんじゃないかなと思ってます。でもねちょうどそういう時に限ってね雨降るんすよ。お、ここなんか綺麗じゃない。結構満開です。でね今日しかねもう晴れがないんですよね。もう明日になると雨で、明後日も雨で、しあさっても曇り時々雨かもしれないというぐらいの感じの雨なのでね、桜吹雪になっちゃう前にちょっとだけおーって、山へね、ております。でなんでスーパーカブなのっていうと、昨日ですねあのレブルの1年点検に出したんですよ。そしたらねまあ2時間ぐらいで終わるはずなんだけど、点検してチェックしてねオイル交換とかいろいろやってなんだけど、以前からちょっと ありました、エンジンのヘッドのあたりぐらいからねちょっと油が漏れてるということで、じわじわね染みてるんですよ。だからねちょっとなんかホース変えますっていうことで、3日ぐらいね、レブルは入院いたしました。そのための台車でスーパーカブを選んでちょいとお花見をしに行こうかなと思っております。お花見といってもねあのどっかここら辺に、名所があるわけでもなし、山桜のね咲いているあたりを少しちらほらとスーパーカブでね、山の中ですとねもう全然これ楽でいいのでガンガン走れますからね、どこでも田んぼ道でもねそこら辺が非常に楽でありまして、ただしパワーは全くありませんのでね、走りのご期待はいたしかねますが、今まで行けなかったようなところはビシバシと走れますが、まあとりあえずはねつくでの方に向かっております。はい、いろいろバイクの点検車検日なので今レブルが、
車検じゃないや1年点検に出しておりまして、来る日ね、レブルが帰ってきた日には、来る日には今度は GB のね車検になります。まあ車検はしばらく、かかると思いますので、で今週またねレブルで、土日がまたねあんまり天気は良くなさそうなんですよね。パッとしない天気で、どうしましょうかっていうような感じでね。とにかくね、一番桜の見どころの時期が雨になってしまうので残念でありますが、今年はあれかな、葉桜ツアーになりそうですな。せっかくね見どころをあちこちね、ポイントとしてピックアップしてたんですが、もうじき、はい、2700キロになりました。40キロぐらい走ったかな、30キロぐらいかな。到着。到着であります。
で本日はですね、レブルのね点検、1年点検の台車として、これスーパーカブを、借りてきまして、ちょいと筑前村までね、ちょいとこう走行してまいりました。非常に扱いやすいんでありますが、なんせね、ひゅい、こう蛇行運転なんかしながら、本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。バイバイ、またね。大丈夫かな、これ。こんなことしながら走ってていいのかな。